手紙が来ているようだな。お願いね。いろいろ世話になってるし、話だけでも聞いてやろう。ロボット山に行くぞ。いらっしゃい。武器仕上がっていますよ。ああ、ありがとう。その武器なら。なんだ。お二人にお願いがあります。お願い。兄さんの仇を討ってください。ずいぶん物騒なことを思いついたな。思いつきなんかじゃない。俺が武器を作ってきたのはこのためなんです。あいつらを殺せる道具を作りたくてやってきたんです。金儲けのためなんかじゃない。あいつら。そうです。魔物と一緒にいる大きなロボットです。魔物とロボットが手を組んでおるだと。魔物がいるのか。はい。心は決まったか。ああ、やってやる。お願いします。兄さんの仇を。あのロボットを殺してください。ところで、本日はどんなご用ですか。ありがとうございます。また来てくださいね。you
魔物が機械と一緒にいるだなんて、どういうことなんでしょう。理由が何であれ、魔物とその仲間は皆殺しにするだけだ。この穴の下が例のロボットのいる部屋らしいな。よし、このまま降りるか。この穴からか。下がどうなっているかわからんぞ。迂回するのも面倒だ。行くぞ。You